おはようございます。おはようございます。おはようございます。やあ、8時半に起きたばっかりです。おはよう、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 おはよう。朝活です。しばらくはちょっと時間が不定期なんですけど、また夜に、夜活になるので待っててください。おはようございます。おはよう。起きたてです。起きたて。レッスンあるの？ってないですよ。コロナだから集まれない。不定期のドキドキ感。一応ね、できる時はあの設定みたいなのやってるんですけど、時間何やってるんですけど、おはよう、おはみちゃんです。いっぱい星投げてくださってありがとうございます。50カウントもありがとうございます。太ったのかな、たまに言われるんですけど、昨日も言われた。それかむくんでるか、どっちだろう。目は起きてないですね、確実に。大人っぽいだって。なんでやろ、髪型かもしれないです。この服はね、あの時も着たんですよ。最終審査じゃなくてショールーム審査の時に着たやつなんですけど、髪型でだいぶ変わりますよね。おはようございます。高校生くらいに見える。高校生の朝、本当に目起きてない。こっちの目だけ起きてない。ちょっとね、空いてる時間を見つけて配信してるので、あの朝になっちゃうんですけど、そう、でも今だけ、この何日間はちょっと時間は不定期でやっていきます。ハートありがとうございます。よく寝れましたかって、ねまあまあ早く寝ました。2時前ぐらいには寝ました。朝はね、けど目が開いてないです。いつもか、いつもかよ。ゲリラ上等だっていいですね。明日もさ、朝かもしんない。起きてますか？朝は寝てるのかな、みんな。でも夜が見やすいっていうのがたまに届く。やっぱ夜の方がね、見るんですよ皆さん。明けましておはようございます。どうも。なんか明けましておめでとうございますをさ、明けましてありがとうって送ったことがある。朝の3時から起きてるだって。じゃあもう5時に配信してもいけますね。今日はね、ご飯食べようって送ったんですけど、じゃん、今週3回目のメロンパンの皮です。やばくない？デブル、デブル。メロンパンはデブルらしい。今週3個目です。そう、メロンパンの皮。あ、朝だと配信見てから一日頑張れる。いいですね。あ、まだ月曜日。この1週間でってことですね。
この1週間で。朝5時に起きれますか？任せてください。いただきます。そう、メロンパンの皮ね、本当に好き、パンが好き。うん、うまい。明日5時でもいいですよ。全然いいです。初めて見た。うっそ、めっちゃ美味しくておすすめです。そう、サクサクですね。全然いいんですよ、明日5時でも。本当にいつできるかわからないからさ。5時いいよだって。そうやって5時でいいよって言って来ないんでしょ、みんな。2時でもいいだって。2時はできないです、寝てない範囲。中にホイップ入ったやつは嫌です。ホイップは嫌です。寝ながら見るようは見てないよ、それ見てないよ。朝5時から3週、何のイベントよ。もし5時に配信したら起きてない人怒ります。あ、5時晴らした人の中でね。あ、人形ミニオン、ミニオンです。今日はむっちゃ大きい UFO キャッチャーで撮ったらしい。今は寝ててね。まあ、目をつぶって聞いてるよは寝落ちするやつですよ。まあ、みんな寝てるんやろ、そうやって。むっちゃ大きいですよね。もらったんです、お姉ちゃんに。ユニバかと思いきや全然違うって。むっちゃ大きい。で、ペタコンとラペタコンポチってしましたし、ポチってしました、え、ポチってしまったやって。ヤバミちゃん嬉しい、なんか知らんけど。おそろっちやん、おそろっち。キーホルダーを持ってます。ごじはらしなきゃよかった。した人は強制で来ないといけないです。5時は早いよな、6時がいいよな。5時半からフィンランド歌ってる先輩がいます。強すぎですよね、5時半からフィンランド、強すぎ。なんかいい、5時からキレッキレの配信しませんか。じゃあしたら来てくださいよ、絶対したら来てくださいよ。やるなら5時がいいな、5時がいい人もいるのか。なるほどね。フィンランドしましょうだって。5時行くの、どうしようかな。何時にしよう明日。あら、行けませんの人もいますよ。でも迷うところですね。味噌汁配信リカピアン、それリカピアン。今日も今日とて五時払を受ける私。あ、なるほど、6時は仕事に行く準備をしないといけないからだって。なるほどですね。
うん、喉にメロンパンの皮が突き刺さった。いや、寝過ごすはないですよ。寝過ごすに一票はしないで。起きるので。5時には5時の需要があるらしいです。ああ、明日から休みですか。でもさ、せっかくの休みを5時に起きて配信を見るってやばいやん。じゃあ間を取って5時1分からはって。全然間取ってへんで。それ全然間取ってへん。夕方はちょっとね、厳しめなんで。いってらっしゃい配信ですね。オンライン授業なんだって。授業それサボってない、大丈夫。サボっちゃえサボっちゃえ、誰も見てないわ。ゴジハラに乗る寝坊、その代償としてカラオケを配信。おー、寝坊はしないですよ。ゴジハラされる、起きるです。終わっちゃう。あ、今が空白時間の人もいるんですね。すごい、人それぞれで。朝までゲーム、目疲れちゃいますよ。5時寝てない。5時配信終わってから寝るのか。私もそうなりそうですね。いやいや、起きれます。私起きれます。これはほんまに起きれます。なんかね、寝坊しなくなりました。てかしないですね、あんまり。授業よりミオチャユの配信が楽しい。誰？ミオチャユって誰？勉強配信したら勉強しなくちゃやばい。勉強しなくちゃやばい。朝はなんやろうな、元気ではないけど、あの、起きれます。起きるのはいけます。だからね、なんかどっか行ったりとかお泊まりとかするときはいつも私が起きてます。大体寝起き不機嫌配信やって。やばい、みんなフォロー外しちゃうやん。ただいまテレワークだって。おお、サボっちゃえサボっちゃえ、誰も見てないからサボっちゃえ。宿題やってる風配信やって。まず宿題がないんですよね。宿題がないんでね。朝から可愛いんですか。朝は可愛くないですよ。サングラス登場。まあ30分前に起きて髪の毛だけ終わらせてすっぴんはあるかもしれない。メロンパンポーズとは、メロンパンポーズとは、この配信を BGM にしてテレワークしてます。もうコメントしてる時点でそれ BGM じゃないで、もうしっかり配信見とる。ありがとうございます。みんな私服はパジャマか。今は私は下のズボンだけいつもパジャマです。上だけ着替えちゃって。DVD 見て暇つぶししてます。昨日タイタニック見たんですよ。3時間あるんですけど、めっちゃ面白いから見てほしい。実話なんです。実話らしくて超面白かったです。最近本当に映画が一日の楽しみで、4日ぐらい連続で今映画見てるんですけど、ブログに書きます。タイタニックですね。初めて見たんですよ。なんか有名らしかったけど初めて見て、買いましたというか、レンタル、テレビでレンタルできるんですけど、それで買いました。仙台からおはようございましたって。イエイイエイ、おはみちゃん。
泣きそうになった普通に。しかも私がおすすめのやつを聞いた時に結構タイタニックって1個来ててそうちょうど良き。本当になんか実話むっちゃ好きで、実話とか再現 VTR とかが好きなんですけど、そうだからねめっちゃ良きでした。映画館並んでたんだ。あれ映画で見たかった。私映画館で見たかった。タイタニックいいですよね。タイタニック3回見たって、やばい。また何年か後に見たい。いややばくないですか、あの人がさ凍ってるやつとか。ハートありがとうございます。大タニック大タニック大ヒットしたのはいつなんだろうね、わからない。なんかね気づいたら有名だった。でもお母さんもこれはもう何回も見たよって言ってたから有名なのだろうな。みおちゃんとタイタニックごっこしたいとは、とは年末テレ東で毎年やるんですか。マジ借りたんですけど、まだテレビでレンタルしちゃった。でも安かった、220円、超お買い得でした。最近はねいろんな映画を見てますね。タイタニックとご飯のコラボ、スチタイタニック、タイタニックなのに。あ、ホームアローンいいですね、見たことないけど。あ、ゲオなら100円で借りれるんだ、知らんかった。行かないんですよね仮に。お母さんタイタニックポーズした世代分からんけど、なんかこれ有名やでって言ってました。タイタニックこれ有名って言って、知らないって。ショーシャンク知らない。面白いですか。なんか最近さ洋画の方が面白いことに気づき始めて、洋画ばっかりですね。大昔の映画が好きってわけじゃないんですけど、お姉ちゃんにおすすめされたやつを見てます。あ、ホームアローンって笑う感じなんだ、なんか感動系かと勝手に思ってた。 STU 号でタイタニックごっこするなんて、やります、みんなでタイタニックごっこ。インディ・ジョーンズもう分からへん。あ、おはようございます。洋画に洋がある、2点です。いやいや沈みはしないです、縁起悪いねそれは。何点満点の2点、もちろん100点満点のうちの2点です。もちろん2点は高得点だって。そうですよ、3点取った人まだいないからね。ターミネーター見たことないんですよ。見たことないのにユニバでターミネーター知ったっていう。バックトゥザフューチャー見たことないんですよ、ユニバの友達なのに。いや暑いんですけど、バラありがとうございます。天使にラブソングを聞いたことない、面白いですか。今日 OL 顔だって、やばい、言われたことないよ。ジュラシックパークは全部見ました。ジュラシックパークもジュラシックワールドも見た。ジュラシックワールドは映画館で見ました、どっちも、1も2も。ほんまに好き、おもろい。判明ください。いやいやいや、あげれません。
ユニバの映画制覇してみたい。あれ以外、ハリーポッター以外。ロードオブザリング見たことない、聞いたことない。ハリーポッターはね、挑戦したんですけど見れなかったです。お花束ありがとうございます。バックトゥーザフューチャー面白いらしいですね。ハリーポッターはね、見れないんですよね、静かだから。みんなに静かじゃないよって言われるけど、見れないんですよ、集中して。スパイダーマンも見たことないんですよ、実は。インド映画見たことない、見たことない。だからユニバー系はジュラシックパークだけかな。有名なオードロー・オブ・ザ・リング知らない、何系かもわからないです。感動系好きです。でも私、感動するやつが好き。スター・ウォーズもない。誰もありがとうございます。昔ユニバに ET ありましたよね、けど乗ったことないんですよ。ダンスしてるだけだよね、インドはって。マジディスリじゃなくてガチなやつ。怖いのはね、うーんって感じなんですけど。あ、助手系は悪いだって。なるほど、感動系がいいです。感動系、ハートヘハートじゃない、誰も早くありがとうございます。インドしょうもないのばかりって言われてるけど、マジ大阪のおばちゃんになりそうだって。褒め言葉ありがとうございます。ディズニーの映画も全然見たことないんですよ。アラジンの実写版を見て、あのアラジンの内容全く知らないんですけど、実写版見に行って面白かった。ハートありがとうございます。この前の美女と野獣も見てなくて、そう、あのね、全然ねディズニー見ない。金曜日にやってたらしいけど見てないわ。ハートありがとうございます。可愛いもありがとうございます。おすすめの映画教えて。ねあれかな、ワンダー面白かった。泣いた泣いた、ずっと泣いてた。もうコナンもね見たことあんまないんですよ。なんかテレビでやってるのはあるけど、あれほど映画は行ったことない。タイタニックはほんまに面白かった。しかもなんか実話っていうのでもグッドポイント。ポケモンも見たことない。プリキュアだったらある。メロンパン食べてない全然。ハートありが、ハートじゃないバラありがとうございます。ピーチガール見たことない。恋愛系ですか。プリキュアも実話ですもんね。嘘や、それは嘘や。泣けるのが好きですね、割と泣ける系か人間の怖い系好きです。8年越しの花嫁見た、面白かった。感動感動です。ジブリは全くっていうほど見ないです。ドラえもんも実はって言ってるんですけど、本当ですか。貞子怖くないって聞くんですけど、友達から。どうなんだろう。あ、アイドル見ました。 SKE のアイドル
面白かった。面白いというかもうずっと泣いてた。ほんまにずっと泣いてた。ゲゲゲの鬼太郎も知らない。結構見てなくてやばい。洋画は、まあ、吹き替えでもいいんですけど字幕でもどっちでもいいんですね。猫の恩返しも見たことない。なんか話がわからん、話も知らん。猫を返すのかなみたいな。ジブリ見てないのはもったいないね。ジブリね、あんま見たことない。字幕読めるんて。字は読めるわ。字は読めます。今会いに行きます。どんなんやっけ。どんなんですか。そう、自粛だからさ、見れるのって今とかじゃないですか。なんか普段2時間とかって結構見れなかったりするから。ハウルの動く城、ね、ガチャガチャした家のやつ。漢字やばいんじゃない。そんな難しいの出てきます。あ、世界の中心で愛を叫ぶ。名前だけステッキを見たことない。つなぐ、知らない。バラありがとうございます。タイタニックの3時間は全然苦痛じゃなかったです。なんかずっと見とけた。ほんまにみよちゃんに字幕はいらないわ。かっこいい。もう映画英語で言っちゃう感じ。コンサートの DVD はね見ないんですけど、5月になったらもう即映像倉庫に入っていろいろ見ようと思います。ホタルの墓は分かりますよ。おはじきですよね。おはじき食べるやつ。関西弁に吹き替えいらんやろ。それいらんや。でも吹き替えの方が気軽に見れるじゃないですか。なんていう、字幕だとさ字に集中しなきゃいけないからさ。未来の未来懐かしい。なんか高校の時にやった気がする。未来の未来面白いんですか。あっち系も見たことないですね。アバター、4時間もあるの。あれ青いやつですよ。顔青いやつ。英語わかるやろって。わからないです。わかんないです。ミクルン、君の名は一回見ました、お家で。あ、そういうことね。未来の未来ってそういうことね。ミクルン、未来って書いてミクルンって読むのすごいですよね。韓国ドラマ見たことない。なんか見たらハマるらしい韓国ドラマは。すいません、少しずつ食べちゃうんですよ。なんかね、小学校の時から友達に言われてて、ちびちび食べ過ぎやってってずっと言われてます。いや、アバターはタイタニックの監督なんだ。知らない。買った。知らない。買った。冬のソナタ有名そう。見たことないけど有名そう。で、喋ってるから遅いんですよ本当にね。冬のどなたやね。前世はリス。食べてる時さ、むっちゃ小動物ってめっちゃ言われるんですけど。あ、電気消えちゃったんですけど。アルマゲドンって何なんですか。なんかおすすめの映画を聞いた時にも出てきたんですけど、私はあのあれでしか知らないです。陣内さんのさ、あのあれネタでしか知らない。みきちゃんもちびちび食べてますよ。だってどっちが早い。どっちもどっちです。
いつも一緒ぐらいの遅さです。ほんまにほんまに一緒ぐらいの遅さ。駆け上げのみたいなもんやって、おもろい。アルマゲドンって何なんですか、全然知らない。あ、隕石が落ちてくるやつなん。いい、それあれやん、隕石家族やん。今やってる映画じゃなくてドラマ。いい食べ方なんや。なんかね、ゆっくり食べるのは太らないって言いますよね。あとめっちゃ噛んじゃうから。へえ、地球に向かってくる隕石をなんとかする。なるほど。でも落ちないでしょ、お父さんが泣けるようだって。泣ける系なんやな、おもろい系かと思ってた勝手に。あ、家族愛ね。隕石家族はね、見てるんですけど、なんかたまたまやってたから見たって感じで。そう、夜にやってるんですよね。だから見てました。地域限定なんですか、知らない。こんにちは、だって自宅勤務中お疲れ様です。テセウスの船面白かった。少ししか見てないけど、ほんまに最終回のもうちょいちょいしか見てないけど面白かったです。今日中には食べ終わります。隕石読めるんだね。読めますよ、もちろん。そう、思い出したけど、読めなかったやつはみきちゃんとの LINE で読めなかった感じは破綻でした。読めなくて、そう、じゃあ社会の授業受けてないでしょって言われた。アポロ13、知らない。ショーシャンクの空に、知らない。知らない映画ばっかり出てくる。あ、そう、破綻をさ、破綻って読んでて、これ破綻やと思ってたら破綻でした。知らない感じがいっぱい。確かに、どんなラインやねん。なんか知らんけど破綻って言ってたんですよ。でも破綻って日本語でひらがなで言われたらわかりますよ、けど漢字で書かれたら読まれへんくて。破綻って読みがちですよね、やっぱり。破綻だわ、破綻で。破綻の意味も知らないです。漢字が読めないということは破綻の意味も知らない。漢字苦手、アナンちゃんもですか。でもアナンちゃんは中学生だからこれからだよな。ミキちゃんは JK ですよ。何の話してたんかな。確かに別に経済の話はしてないんですけど、確かに何の話してたやろ。アナちゃんと漢字バトルしようって、それは勝っちゃうわ。勝っちゃうからやらないとくな、やらないでおくな。いいですよね、中学生はこれからですよ多分。あ、みんな間違えたことあるだって。一人だけど、バラありがとうございます。終わったって意味やで。そうなん、わかんない、意味はわかんないけど。もう19ですね、漢字ぐらい余裕ですよね。だって煽られてますか、これは。こうやって煽られてますか。映画の話はブログに書きます。ブログに書こうと思います。負けたらやばいですね。でもまあそれは負けてあげたってことにしたらいいんですよ。みおちゃんもこれからですよって。ですよね、やっぱこれからやわ。10期学力テストは死んじゃう、本当に無理。しかもやらなければやらないほど忘れていくからさ、現役強すぎ。やってみたい。でも学力テスト誰が賢いんやろな、一番。
漢字読めるけど書けないはわかる。そういうの多いですよね。漢字は読めるけど書けない。やっぱ書かないとさ忘れちゃうやん。ミレイちゃんって漢字書ける？え、わかんない。え、どういうこと？ミレイちゃんを書けるのか、ミレイちゃんが書けるのか。あー、歌詞覚えるの、どうだろう。渚のイメージは全然でした。自然と覚えていったって感じ。プレゼント学習帳とかになっちゃうよ。だって学習帳小学生、それ小学生やん。みれちゃん頭良さそうだって。わかる。でも英語がね得意らしい。やばいって。私が得意なものないやん。それなったらリカピはあれやん、理科じゃなくてなんや、生物やん多分言ってた。でもさ、アクファイトありがとうございます。みんな得意なの大体あるやん、けど私ないやん。英語多分私より他の子の方ができるから、ミレちゃんとかミクルちゃんとかさ。あ、大阪弁勝てるわ。じゃあそうする。みんな勉強これが得意ですとか言ったけど、私は大阪弁が得意ですって言うわ。そうするわ。あー、スポーツは得意ですか。好きです。得意ではないけど好きです。ゆいちゃんはどうなんですかね、できるのかな。青木りかちゃんもほら忘れてるタイプだわ勉強。スキップ得意では、わかんないです。スキップ得意かはわかんない。漫才特技じゃないんですよね、残念ながら。やったことないんですよね。漫才できる、やったことないわ。リカちゃん頭いいのかな。え、できなそうじゃない？なんかねポンコツ感がある。知らんけど。にらめっこ強そうだって。弱いです、弱いです。そう、食べるの遅いのは一番だけど、そう、いいことで得意なことないかな。食べるの遅いのはね良きじゃないことなんですよね。そうそうそう、リアは楽器できる。そうそうなんですよ。だからね、私何にしようかなって。かのんちゃんが漫才の練習してたって。なんかやってるって聞きました。やばい、じゃあかのんちゃんに漫才は任すわ。楽器は何ができるのって。私はできないです。私はあれです、タンバリン。タンバリンかカスタネットですね、私ができる楽器は。マジックできない、やったことない。みおちゃんブルーローズいいですね、定着させよう。トライアングルやったことない、できるかな。カーンっつって、カーンじゃないか、ティーンって。お花束ありがとうございます。マラカスもできる。モノマネできない。体幹、体幹はでもみんなできないからな。気があるからボブじゃないね。だってわかんないですよね、名前何かを知ってますか。これミニオンしかわかんない。ハートありがとうございます。いやいやいや、モノマネは無理でしょ。
待って、放課後レースの先に先にやってって誰から聞いたんですか。まらありがとうございます。なんかね、いつもやるんですよ、先に先にっつって。それ絶対誰かから聞いたやん。誰や誰や。ハートありがとうございます。本当にチクられすぎてやばい。ブルーローズとかさ、頭振ってるとかチクられすぎてやばい。誰ですか。あ、リアンさん、リアンさん、本当にいつもねそういうのやるんです。あと賛成かわいいのなんかね、最初のね教室の中じゃーっていうとこもやるんですよ。なんか楽しい。すぐふざけちゃう、すぐふざけちゃう。先に先にはね、もう前に前に。ほらブルーローズもほらリカちゃんでしょ。チクられすぎてやばい、チクられすぎてやばい。いやでも先に先にはそう、全身で見ないと多分わかんないけど、躍動感を無駄につけてやってます。いつもその3つは賛成かわいいと先に先にとブルーローズはもういつもやってます。やってました、過去形で。なんか激しく踊るっていうのをやってて、そうふざけてる。バラありがとうございます。アオリイカさんがチクりまくってる。だってほんまや、ほんまにやで。まあリアンアンアン言ってる時点で人のことは言えないんですけど、なんかあるかな、リアンちゃんに返す言葉。青木さんのネタなんだろう、なんだろうな、なんかチクって。だってそうそう、言えることと言えないことがあるじゃないですか、その境目がね難しいから。カラオケ配信するときはその3曲で。だっていいですね、カラオケ配信ね、いつかしないとさ。なんか憧れてるんですよカラオケ配信するの。一回もしたことない、こんなにさ、オーディションのショールームもさいっぱいやったのにさ。フィンランドミラクルだって、かぶっちゃう、かぶっちゃう。それ今日でもできるよ。だって煽られる、一人煽ったら煽るからダメなんですよ。でもね、歌は歌なんかね自信がないからね無理な。でもまあいつかはやらないといけないじゃ、やらないといけないというか、なんていう、やった方がいいかなみたいな、そうやった方がいいかなみたいな感じで。アカペラね難しい。あのイヤホンで歌ってみたい、羨ましい。イヤホンでこうやって歌うの本当にやりたいんです。リアン昨日やってました、あれだけ見ました。あのノットイコールミー、ブラボーありがとうございます。練習すれば上手くなりますかね。なんかね、歌は歌えば上手くなるらしいです。歌えば歌うほど。振り付きで放課後レース、いいですか、ふざけちゃいますけど怒られるかな。え、5000人でやるの。そうです、何年か後に5000人になったら、まあ、ツイチルナさんといえば赤いピンヒール。あ、石津さんもカラオケ配信してたの初めて。マジやばいやん、多分リカピと私ぐらいじゃない、何もしてないの。ジュアルデイズだって、ジュアルデイズな、高いですよね、あれ。死ぬかと思った、歌決められた時。
無理なんですけど。わかる、音程取るのすら難しい、なんかね。そう、音程すらも難しい。そう、カラオケ配信はずっと逃げてきたんですけど、アイドルになったので、そう、歌とねダンスはね、歌とダンスをすることがアイドルじゃないですか。リカピイヤホン届いたのに歌わないのってなんでだろう。やっぱ緊張するんじゃない？そう、私も緊張するもん。本当に歌な、歌うのは好きなんですけど、そう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 、歌うのは好きなんですけどね。ダンスは逃げてないんですよ。ただね、場所のことを考えてただけ。喋ってるだけだからね、いいのかなっていう。まあまあまあ、残酷な天使の手で歌えないわ、それ。著作権的なやつで歌えないわ。夢を届けるのがアイドル、いいこと言うね。見て、あ、自信持てば甘くなる。確かにそれはある気がする。なんかみんなを見てて思う。なんで追い込まれてるの？追い込まれてはないけどね。そうそう、あのね、歌ってってよく言われるの。だるまありがとうございます。みんなしかも歌うまいから、10期生ほんまにみんなうまいです。西井美優さんのカラオケ配信を見るのが夢です。そんなんが夢でいいんか、そんなんが夢でいいんか。あ、優しい。みゆちゃんのタイミングでいいよ。優しいやん。リカピはするんだって、30日連続配信した。でも歌ってみたいけど、まだだな、まだです。そうなん、歌唱審査で歌断ったんですか。可能ですか、そんなこと。5時にカラオケ配信、人が見なさそうな時間にカラオケ配信しようかな。じゃあ、あえて今来ました。だってこんにちは。全然読めなくてすいません。全然読めない。みゆぴのダンス配信見たいです。まあまあまあ、フォローして待っててください。今日誕生日ですって。 Happy birthday to you。 歌の実力ごまかすために体幹トレーニングしながら歌った人いるんですか、10期に。いいですね、それ。ごまかしたい、ごまかしたい。かのんちゃんよく歌ってるね、うまいからね。みきちゃんもよく歌ってますね。ゴジハラ配信でカラオケ、あ、ゆいちゃん、でもゆいちゃん歌う前で普通に。今日は歌わないけど、もうカラオケ何があるかも分かんない。見ていいかな、見たらどうなる。これどうやって見るの、どうやって見るか分かんない。助けてください。どうやって見るんだろう。どうやって見るか分からない。カラオケやったことないからどうやって見るか分かんない。あー、すごい、あ、すごいすごいすごい。あ、なるほどね、わかりました。すごいすごい、初めてのこの画面を目にした。これってさ、イヤホンなしでさ、イヤホンなしでさ、
かけたらどうなるんですか、音楽。わかんないか。ヘイシリ、シリに聞けばなんとかなる。カラオケとは距離を置いてます。カラオケはね、好きなんですけどね。あ、イヤホンないとできないの？わかんないんですけど、後で調べてみます。 BGM になるかな。あ、声は聞こえないけど音だけ流れるんかな。あ、すいません、 Siri 反応しちゃうごめんなさい、前もやっちゃった。なるほどね、イヤホンせんかったら音だけ流れるのかな。あ、先に進めないはずだって。なるほど。でもしさ、このイヤホンなんだっけ、 AirPods だったらどうなるんかな。あ、音楽は流れるけど歌声は聞こえない。あー、なるほどね、ありがとうございます、ためになります。勉強勉強、いけるんだろう、多分この感じだと。 Bluetooth は無理なんだ、マイク付きじゃないと。なるほどね、どうもありがとうございます。ダメなんだ、 AirPods。 普通のイヤホンじゃ探さないとね。全然ね、可愛い声じゃないんですよね。そう、それが嫌で。メロンパン食べてないんです。全然食べてないです。やる気出てきたって、いや、まだやらないけど、あの、いつかはやるので。いつかは。そう、声、ハスキーって言われます。嫌なんです。可愛い声が良かった。みゆちゃんの歌聴けるまで寝ません。じゃあ寝ないでね。ずっと。明日、早すぎやろ。準備できてない。心の準備。そう、やらないんですけどね。明日の朝5時ね。歌じゃなかったら全然5時でもいいですよ。どうしよう。あ、まあまあまあ、その前に、まあまあやることがあるので、歌の前にやることがあります。ゴールデンウィーク、朝からカラオケってすごくない？喉が起きてないわ、それは。ミニオ。おはようだって、おはよう。ゴールデンウィークはね、そう、一日だけ、あの、やること考えてます。ミニオンアップだって。かわちい。グループ以外の歌えないんですよね。あ、あ、なんかラストアイドルさんとかイコールラブさんとかは歌えるらしい。小判みたいなやつありがとうございます。なんだろう、ほんと5時にフィンランドミラクルは強いですね。ミニオンって何者なの？だってこれはね、バナナでできております。知らんけどな。子供の日に演じ配信だって。言ってない言ってない。コスプレ系はあんましないですね。てか持ってないです。ミニオンより顔小さいだって。これがめっちゃ大きいんですよ、ほら。ミニオンが顔でかすぎ。ミニオンってバナナだったのかなって分からんけど、好きらしいですよ、バナナ。バナナ好きらしい。
制服配信お願いします。制服なくなっちゃいました。どこに行ったんですかね制服。ランドセル持ってないです。嘘、持ってます。今あります。どこ出身ですか。大阪です。大阪です。キューティさん、ミオピア顔小さい言ってたって。うっそ、携帯より顔小さいのは本当ですか。誰が言ってたんだ。そんなことはないです。ありがとう、ありがとうございます。いやいやいや、ランドセルあるのは当たり前やん、現役やもんって。全然現役じゃない、もう何十年前の話ですよ。めっちゃ前の話。はじめまして、はじめまして。橋本環奈さんですかって。誰が横顔橋本環奈やねんやろ。リカコちゃんのネタ、ネタなんよく分からんけど。去年だよねじゃない、何十年前ですよ多分。そうだよね、何十年前の話です。小学校の卒業式袴じゃない、着たことない袴。え、何十年前っておかしいですか。音符ありがとうございます。可愛いもありがとうございます。いくつなんですかだって。19です。19。本当にこういうさ、小学生のネタを振られると、そういつも何歳ですかって聞かれちゃうんですけど、19です。アナンちゃんとタメだよね。違いますよ、全然ですよ。もう19歳、ほんまにやばい。もう19歳ですよ。本当はじゃないわ。中学の卒業式、登校服着てる人はいましたね。私は着てないですけど。え、何十年前っておかしい？え、おかしくなくない？あ、そういうこと？十何年前、あ、間違えた。十何年前の間違いでした。え、何十年前と十何年前、あ、違いました、間違えました、日本語間違えました。あ、そういうことね。だから笑ってことか。間違えました。十何年前ってことです、言いたかったのは。こういうのですよ、日本語が難しいっていうのは。こういうことです。19歳なんて四捨五入したらほぼ赤ちゃんやって。四捨五入しすぎやろ。ほぼ四捨五入やんそれ。アナン、ユイ、ミオの同級生かなって。ユイちゃんはねちっちゃく見えますね。ミレイちゃんと同じ年かと。そんなわけ、メイクさんには言われたけど、最年少の子だよねって言われて、違います。ミオピア四捨五入したら顔ない。大丈夫それ、顔ないって。もう四捨五入のしすぎよ。ミオちゃん最近日本に来たからね。優しいかよ、ずっと日本ですわ、ずっと日本。めっちゃ年長ですよね私って。年長じゃないわ、何、年上。木内とどっちが年上だって。私です、実は、実は私です。かわいい、ありがとうございます。本当にこの配信はさ、あれですよ、あのお笑いを鍛えるところではないので、全然ボケなくていいですよ、ほんまに。青木さん泣いたって本当ですかって。いつですかそれ、いつですか。音符ありがとうございます。ハートありがとうございます。
10期の大阪人面白い人しかいないんですからって、みんなおもろいですよ、あの大阪以外も。1時間経過ありがとうございます。もうすぐ終わります、もうすぐ終わります。本当にボケなくて全然いいから、すぐボケる。漫才養成所じゃないわ、違うわ。ハートありがとうございます。全然ボケなくていいです。ほら初見の方がほらボケないといけないかとって言ってるやん。な、ボケなくていいんよね。ミオとイーちゃんでミッドナイトやって、やばない、年齢不詳やもう。すいません、ちょっと全然読めなかった、コメントが、コメントが全然読めなかった。リカピンとこコメントやばいんですか。ボケないと通報されるって聞きましたって、鬼やん、めっちゃ鬼やん。そんなことはしないです。オチのない話じゃね、怒られちゃいますよみんなに。リカピは青木さんですか。青木さんはね、リアンですね。ママも間違えてた、リアンとアナンがとか言って、全然ちゃうやん。ボケたら座布団1枚もらえたりするんでしょって、送りましょうか座布団、ボケた人から、よき買った人から座布団送っていくシステム。名前がややこしいだって。まあね、まあミオのママ年だからね、名前が分かんないでしょ、みんなみんな似てるって。握手会で突っ込んでもらえますかだって。もちろんです、もちろん。もちのろん、レーンのプレッシャーやばそうだって。気軽に、いやいや、もうボケなくていい、全くボケなくていいから、気軽に握手しよう。全然並んでる間にボケとか考えんでいいからな、ほんまに。ミオのママはね、昨日もリカ子ちゃんの配信見てたし、一昨日もぐらいも見てました。やばちくないですか。振りじゃないからな、ボケんでいいからな、ほんまに。ネタ帳作らんでいいからな。そう、落ちなかったらね、喋るじゃないですか。落ちがなかったらね、言われるんですよね、あの言われちゃうんですよ。振りじゃないからいろいろ考えとこうじゃないわ、普通に喋りましょうね、こんにちはって、イエイイエイっつって。2点つけまくりたいと思います。ちょっとオチ探してきますので、いってらっしゃい、オチ探しの旅。笑いが生まれるまで剥がされないだって、強すぎやろ。そのみんなも剥がされたくないからさ、毎回みんなで反省会、やばすぎやろ。そうする、みんなで反省会、今日握手会でボケで失敗した話を。すごいカオスなことになるじゃないですかそれ。笑いのツボむっちゃ浅いです、友達といる時とか。ハッシュタグ西見を反省会、ぜひ握手会の時はハッシュタグにしみや反省会で反省しましょう、みんなで。
あ、またリカピと電話配信してほしいです。そう、リカピもからも LINE が来て、またしようねっつって、してないですね。またしますね。またやります。ハッシュタグで届いてたんですよ、またやってくださいみたいな。へへへって笑うんですか、リカコちゃん。ほんまに分かんない。もうね、みんなのこと全然忘れてきた。10期生のことほんまにもう合わなすぎて忘れてきた。1ヶ月以上やってないしさ。大丈夫ですよ、ボケないと怒られ、ボケつまらないと怒られる。だって大丈夫です、全然ボケなくていいです。ほんまに、なんでそんなさレベルの高いことになってるんですか。握手、アイスありがとうございます。俺も10期生に C3 しか覚えられてません。いいことですね、それはもう。単押しじゃないですか、単押し単押し。ほんまにな、みんなのこと思い出せないんですよ。だから、あ、こんな顔やったっけみたいな感じです。10期生ってとはならないけど、全然思い出せない。やばい、こんにちは、誰かに似てって言われたことありますか。石原さとみさんに似てると思うけど、そんなことないです。あ、ハートありがとうございます。え、なんかさ、かのんちゃんからさ LINE が来てさ、なんかかのんの大好きな石原さとみさんに見えたって言われたんやけど、やばない、似てないとか言われたことない。あのショールームでしか言われたことない。そんな、やばい、厳しい。リカピもう少し笑わせてって言っといて。だって厳しい。あ、フォローします、ありがとうございます。友永美優さんに似てるも何回か言われたことある。石原さとみさんキャラはやばいやろ、無理よ、それは無理みです。おはようございます、おはみちゃんです。西井美穂さん電話、ハードルが高いから握手行くか迷います。全然高くないです、全然高くないから、ほんまに。あ、そうやって言うから見た人が、あ、レベル高いんか、じゃあいかんとこうってなるやん。ボケなくていいからな、かわいい、ありがとうございます。キムチェモンですか、言われたことないわ。チョユリさんに似てるって言われたことある。え、なんかね、誰に似てるってなんかあんま言われないです。なんだろう、バラバラに言われる。中森明菜さんに似てるって高校生の時言われた。誰に似てるんかな、わかんないです。おかしいおかしい、目おかしいって石原さとみさんに見えてきた。だってなわけ、かわいい、ありがとうございます。ゆりに似てるね。だって、え、似てないですよ、もうね、全然誰にも似てないです。高校の時はね、もっと顔が生きてない顔してました。最近まだ生きてる顔なんですよ。これでも、これでも生きてる方ですね。女神様に見えてます。だってやばいって、洗脳されてるやん、それもう。みよ、洗脳してるやん。でもね、なんかね、前もね、石原さとみさんに似てますかってコメントが来てたんです。似てないんですよね。拡散、石原さとみにで拡散は絶対やめてください、怒られちゃう。え、全然似てへんやんって言われちゃうのに。 SK の西井美穂ちゃん似てますね。いや、西井美穂やねんな、西井美穂やねん。やば、超褒め言葉来てる。ちょっと有村架純さんっぽい。だって超超褒め言葉じゃん。絶対ダメやで、本人のタグつけて拡散とか絶対ダメやで、ほんまに。ハートありがとうございます。ほんまに、2で拡散はマジ怒られる、ほんまに怒られる。全然似てへんって言われるから、ダメです、それはダメ。ミオの名前で拡散は OK だけど、人の名前で拡散はダメ。ハートありがとうございます。振りじゃないからな、振りじゃないからな。誰がいい、誰も嫌やわ、誰も嫌です。
申し訳ないです。草振りじゃないから。いいね来るかなっていいね気にしてるんかい。比較写真とか絶対つけたらあかんで。比較写真は絶対あかんからな。頑張る、頑張らんでいい。頑張らんでいいよ。頑張るよ。頑張らんでいい。45分だ。終わらなきゃなんですけど、終わらなきゃなんですけど、拡散で拡散しようって2点。ランキング見ます、ランキング見ますね。13位から読みます。はい、急に終わる。13位サクさんありがとうございます。12位チャランポランさんありがとうございます。11位しまちゃんさんありがとうございます。10位コムケンさんありがとうございます。9位キャベツさんありがとうございます。8位アスカぴょんぴょんぴょんさんありがとうございます。7位クッキーさんありがとうございます。6位キモチンさんありがとうございます。5位こんちゃんさんありがとうございます。4位夢に向かってさんありがとうございます。3位やんかずさんありがとうございます。2位ゆうさんありがとうございます。1位はセブドームさんです。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。あ、ルームのフォローしました。だってスキピです。ありがとうございます。いやもうこちらこそ見てくださってありがとうございます。メロンパンの皮今から食べます。スクショタイムして。はい、チーズ取れたわ。今のは取れたやろ。イヤホン上達しといてだって。ありますよイヤホン。10期初めてフォローしました。イエイ。あ、ルームフォローしました。ありがとうございます。レンズ目線ね恥ずかしいんですよ。半目名人じゃないわ。アルマゲドン見ててな、見てない。了解しました。最近は映画ばっかりみたいな。何時にするかまた登録するので、今日の夜に。それかまあメール送れたら送ります。生年月日同じだって。おー運命じゃん。運命やん、運命。みんな運命や。ありがとうございました。メロンパンの皮と一緒に。はい、チーズカシャ。顔が緑になった。ありがとうございました。ではゆっくり休んでください。バイバーイ。あ、ちょっと待って。